ゆっぴーチャンネル、ゆっぴーチャンネル、キッズ&UMKにようこそ。UMKアナウンサーの南出雅之です。子どもたちに向けて UMKのアナウンサーが動画をお届けしてまいります。まずはいつもの4つのお約束、こちら。しっかり手を洗おう。石鹸で指の間まで丁寧に洗おうね。そして早寝早起き、規則正しい生活をしましょう。3番目、しっかりご飯、十分な栄養をとりましょう。そして最後に毎日運動、適度な運動が大事です。元気な心と体で頑張っていきましょう。さあ、今回はこちら。君は何問解けるかな？宮崎クイズ。今から宮崎についてのクイズを出していきますよ。何問答えられるでしょうか？考えてください。まずは第1問です。じゃじゃん。宮崎の果物といえばマンゴーがありますが、マンゴーの種の形はどんな形でしょうか？これが問題。1番、星の形。2番、小判のような形。3番、三角の形、三角形。さあ、一体どれだ？考えて考えて、いつもマンゴー食べてるでしょ？わかったかな？正解は、じゃじゃん！2番の小判の形というのが正解なんです。ねえ、これがね、マンゴーを切ったところ。この表面の皮があって、これは食べられません。真ん中に果肉、ね、ここが甘くて美味しいんだよね。そして一番真ん中に種の入った殻があります。これが種ですね。これが種。ね、殻の中に入った種ということで、形は小判の形をしています。では続いて第2問です。じゃじゃん。日向夏という美味しい果物がありますが、その日向夏の美味しい食べ方はどんな食べ方でしょう？これが問題。1番、皮だけ食べる。2番、中の実だけ食べる。3番、中の実とその周りにある白いところを一緒に食べる。さあ、どれが正解かな？日向夏、食べたことありますよね、皆さんね。わかったかな？正解を見てみましょう。正解は、なかなかめくれないぞ。正解はこちら。じゃじゃん。実と白いところを一緒に食べるというのが正解です。ちょっと見てください。このね、黄色いところの中の実とこの周りのちょっと白い綿のところ、これを一緒に食べると美味しいんですね。実は宮崎県で発見された果物なんですよ。で、白い綿の部分がほんのり甘くて美味しい。で、実の酸味とのバランスがとってもいいんですね。だから白いところも一緒に食べるというのが正解です。続いて第3問。じゃじゃん。メロンも美味しいよね。マスクメロンというメロンがありますが、この表面に網目の模様があります。この網目の模様はなぜできるんでしょうかというのが問題。1番、農家の人が一個一個網目の模様を描いてます。2番、虫や蜂が張った跡がこの網目の模様になります。3番、表面のひび割れの跡のかさぶた、表面のひび割れがこの模様になるんです。さあ、どれが正解でしょうか？わかるかな？マスクメロン、おじさんもたまに食べますよ。ねえ、さあ、では正解です。正解はこちら。3番、表面のひび割れというのが正解なんですね。
成長の途中で表面より中身の成長が早くなって表面にひび割れが起こるんです。そのひび割れたかさぶたがこういう模様になるということなんですね。ということで、おいしいメロンはこういうふうに模様ができる。次の問題、考えてませんでした、失礼しました。はい、ということで宮崎県で栽培されているおいしい果物たくさん食べてください。ということで今回はここまでです。ゆっぴーチャンネルキッズ&UMK は UMK のホームページで更新していきますよ。次回もまた元気でお会いしましょう。合言葉はゆっぴーチャンネル。